1820年頃に描かれた父海各藩入会各藩はヒンドゥー教における天地創造神話アンコールワット第一回廊浅浮彫りに見られる父海各藩中央にビシュヌ、その下に彼の化身の亀クールマがいるバースキーを引っ張っているアスラが左側に神々が右側に描かれている父海各藩の物語は マハーバーラタ1.15から17、バーガバタプラーナ、ビシュヌプラーナ、ラーマーヤナなどで語られている。偉大なリシドルバーサスは、非常に短気で怒りっぽく、礼をしした者にしばしば呪いをかけたが、丁寧に接する者には親切であった。ある時、人間の王たちが彼から助言を受けるべく、地上に招き、美しい花で作った首輪をかけて、手厚くもてなしたところ、 ドゥルバーサスはとても喜び、王と王国を祝福した。その後彼はこの美しい花輪を与えるべくインドラを尋ね、その首にかけて祝福した。インドラたちは彼を丁寧にもてなしとどこりなく送り出した。その直後、インドラが乗る像が花輪に興味を示したため何気なく与えた。像が花輪を放り出すところをドゥルバーサスが見て激怒し、 インドラたち神々に呪いをかけ、神々や三階が享受してきた幸運を奪ってしまった。三階の繁栄は陰り、植物は、枯れ、人間の世界は堕落し、神々は力を失った。19世紀後半に描かれた、父近い各この木を捉えて、アスランが天へ進行してきたが、頂上の力を失った神々はなすすべがなかった。インドラは芝、 ブラフマーに助けを求めたがドゥルバーサの呪いは彼らにも解けず彼らはビシュヌを尋ねた。ビシュヌは不老不死の霊薬アムリタを飲めばよいという。そこでアムリタを作り出すために父海各班を実行することにした。これは神々だけでは不可能な作業でありアスラの協力も必要だったため神々はアスラとは僕した。アムリタを分け合うことを条件にアスラは 協力に応じた。16世紀にペルシアで翻訳、制作された、マハーバーラタの写本での父地海各半ビシュヌは、多種多様の植物や種を地地海に入れた。続いて、化身巨大ガメクールマとなって、海に入り、その背に大マンダラサンを乗せた。山に竜王バースキを絡ませて、神々はバースキの王、アスラはバースキの頭を持ち、 互いに引っ張り合うことで山を回転させると、海がかき混ぜられた。海に住む生物はことごとくすりつぶされ、大マンダラ山の木々は燃え上がって、山に住む動物たちが死んだ。火を消すべく、インドラが山に水をかけたことで、樹木や薬草のエキスが海に流れ込んだ。バースキが苦しんで、口から、ハラハラという毒を吐いたが、シバがその毒を飲み干したためことなきを得たが、 バの喉は毒によって青く変色した。千年間隔藩が続き、父会からは様々なものが生じた。太陽、月、白いゾウアイラーバタ、ウマウッチャイヒシュラバス、ウシスラビー、宝石カウストゥバ、願いを叶えるキカルパブリクシャ、聖ジュパーリジャータ、アプサラスたち、酒の女神バルニー、ビシュヌの神秘である女神ラクシュミーラが次々と生まれた。最後に、 ようやく展開のいかみ、ダヌバンタリが、アムリタの入った壺を持って現れた。タイ国のスワンナプーム国際空港の建物内に、ある父改革派を表現した彫刻アスラはアムリタを要求し、神々との争いになった。アスラは一度はアムリタを手にしたが、起点を聞かせたビシュヌ人が、美女に変身して誘惑し、心を奪われたアスラたちはアムリタを美女に手渡した。その結果、 アムリタは神々のものとなった。神々がアムリタを飲む際にラーフというアスラがこっそり口にした。それを太陽神スーリアと月神チャンドラがビシュヌ人に伝えたのでビシュヌは円盤でラーフの首を切断した。ラーフは首から上だけが不死となり頭は告げ口したスーリアとチャンドラを恨み追いかけて食べようと飲み込むが体がないためすぐに外に出てしまう。 ラーフは、その対、ケイトゥともに協調を告げる星となった。その後、アスラは神々を激しく攻撃してきた。神々の側で戦うビシュヌ人が心に、日輪のごとき武器を思い描くと、天からスダルシャナというチャクラムが現れた。ビシュヌ人や神々はアスラに勝利し、アムリタを無事持ち帰ったという。ありがとうございます。